こんにちは佐々木臨です悠々白書ミュージックバトル編2枚目ということでね大変おめでたいことですね前回の時からもう1年ぐらい経過しているということでそれだけまあ悠々白書との付き合いも長くなってきて嬉しいですなというわけで飯ゆうす介をやらせていただいておりますがそうですね普段アフレコをしてていつも思うんですけども裏飯ゆうすけっていうやつは本当になんか単純でおめでたくっていいなぁと まあ、単純だというところは、えー、自分ともとても似ているので、えー、役作りとかそういうふうになんかどういう役作りをしてますかとかよく聞かれるんですが特に苦労して何かを作る誰かを作るというのではなくてもう似てますんでね自分の中のゆうすけみたいな部分を、えー、出すようにして特に苦労してやってるわけではございません。 大変楽しくアフレコをやらせてていいただいておりますが今回はね、歌ですよね。歌はですね、大変だったんですよ。えー、私のソロ曲はですね、どちらも大変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 難しい曲だったので、えー、なかなかうまくいかなかったり苦労はしたんですが、まあ、なんとかぼちぼちという感じでで。合唱曲の方はですね、みんなと一緒に歌えるので、難しいいい曲なんだけども、 みんなと一緒で楽しかったなという感想でしたね。それからミニドラマの方も、これもまあ、あふれコことはまた違った。みんなと一緒で楽しく、ワイワイできたなと。もう長くやってるから、の他の役者の皆さんとも、なんつうかな、連帯感つうかな、そういうものがあってですね。非常にいい意味で楽にできました。みんな頑張って。 えー、作ったこのアルバムでですんで皆さぜひあ聴いてるんだ今聴いてるからここにね聴、えー、いてるんですよね聴いてくださいじゃないな、えー、気に入っていただければいいなと思いますが今後もまあアルバムに限らずテレビの方もですね悠々白書は頑張っていきますんで、えー、今後とも皆さんよろしくお願いします